とうございます。よいしょ。じゃあ本日も対談シリーズ始めていきたいと思います。今日も対談、今日も対談ですね。てか、あ、チャンネルも回ってるんですね。回ってます。あ、西岡剛チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日も対談企画で、今日はどこですか、この場所は。今日は名古屋に。名古屋に遠征。名古屋といったら何がある？やっぱり中日ドラゴンズじゃないですかね。中日ドラゴンズ、はい、名古屋にありますね。日本シリーズも戦った。今日はですね、まあ、対談企画ちょっと続けてきてて、今日もちょっと対談しようかなと思います。今日のゲストは、まあ、17年間一生懸命プロの世界で戦い抜いた平田良介さんです。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶり。お久しぶりです。元気？もう座って、はい、座って座って座って。ありがとうございます。引退したの？はい、引退しました。早ない？いや、もう決心ついて。もうちょっとリラックスしてくれていいんで。いいですか？はい、もう踏ん切りついて。今何歳やったっけ？今34です。いや、まだ全然できると思うねんけどな。もう体は動くんですけど、うん、もう目が追いつかないんですよね。目が？もう目が、もうアウトローのあのスライダーとかが追いつかないです。それもともと打ててた？アウトロー？いや、打ててないですアウトローのスライダーなんか別にフィットにする必要ないねんけどさ。でも見極めがわからなくなってきて。まあ17年間プロで戦ってきて、はい、まあその前にも小さい頃から野球界に携わって、どういう風に平田選手っていうのが生まれたのかっていうのをちょっと深掘りしたくて、はい、まあ、今日はちょっとリラックスして、まあ、大阪桐蔭の後輩でもあるし、はい、緊張する？ちょっと緊張してます。緊張してんねや。平田は何歳の時に野球を始めたの？僕、6歳ですね。小学校1年生の時に始めて。それ何のきっかけ？自分の実家の前が公園なんですよ。うん。で、その公園が少年野球チームの集合場所で、へー。それをいつも覗いてたら、監督に声かけられて。大阪やんな。大阪です。大阪のどこやったっけ？僕、城東区なんですけど。城東区なんや。あ、家の前が公園で、はい、そこで野球の集まり場所の集合。そこで練習するわけじゃないの？はい。もう集まって河川敷まで行くんですよ。うん、車で、あの、パパ車で行くんですけど、うんうんうん、僕その集合をいつも陰で見てたんですよ。なんでかよ。まあまあ6歳やもんな。そうそう、同じ服装した人がめっちゃおるじゃないですか。うんうんうん、なんなんやろなみたいな感じでこうやって覗いてやっとったら、なんか監督さんがちょ、うん、ついておいでって言われて、で親に内緒でついていったら、グローブ貸してくれて、あ、そう、野球やって。その最初のスターとか、それ、もうそれです。面白かった？面白かったです。じゃあその監督が声かけてくれてなかったら、はい、もしかしたら野球やってなかったかもわからんってこと？やってないですね。ただ覗いてるだけで終わってたっすね。その時はなんかあれ、平田の時代とかどうなん？サッカーとかの方がなんかバーってなってた時代じゃないの？ちょうどサッカー来てる時ですね。そうやんな。はい。俺らが小さい頃には、あの、日本の J リーグが発足して。うんうんうん。もう俺らの同級生とかもサッカーの方にも散らばっていったりしてて、はい、多分平田のぐらいの年代の時にはサッカー人気って結構すごかったと思うねんけど、はい、その監督がもしサッカーチームの監督やったらサッカーしてたってことだよ。サッカーしてたっすね。なあ、この足の長さでサッカーしてました。いや、関係ないでしょポテンシャルはもう高いからじゃあそっから6歳から野球始めて、はい、もうそっからすぐチームにあれ所属することになったの？もうすぐ入って、うん、ほんで、初めて試合出たんが1年生の秋ぐらいでしたね。小学？はい。6年生の試合出て。俺も小学校2年の時に6年生の試合出てたもんね。どうやったんですか、その時。いや、俺もめっちゃすばしっこかったから、はい、もう一人だけもう100、まだ2、30センチぐらいかな。一人だけ小さいのいて、あの子何年生やねん。リトルリーグ、俺はリトルリーグ、軟式？僕軟式です。軟式なの。リトルリーグって、はい、7月以降に生まれた人って中学1年生までプレーできるから、はい、中1と小学校2年が戦ってたりとかしてて。とんでもないですね。とんでもない。あ、まあでも、売ってたからね。すごいですね。まあでも、そうやって多分小さい頃から、ポテンシャルは多分平田も高いから、プロの世界まで来たんやと思うけど、真剣に、この、はい、プロ野球、まず甲子園かな。甲子園目指した？あ、もうプロ野球目指しました。プロ野球を本気で目指したんって、いつ？もう本気って言っていいか分かんないんですけど、うん、ちょっと変わってたんで。変わってんな。性格変わってたんで、うん、小学校2年生の時にプロ野球を知ったんですよ。うん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 、その時にイチロー選手を知って、うん、
プロ野球。一応さ、まだオリックス。オリックスです。うんうんうん、で、プロ野球知ってから、ここが野球の頂点だと思って、うん、で、それからもうプロ野球で活躍することをずっと目標に。目標に置いて。どこのファンやったの？オリックス。僕、近鉄ですかね。近鉄ファンなの？はい。あの、近鉄誰？家から、あの時はターフィーローズとか。中村のりさん。中村のりさん。磯部さん。磯部さん。うわぁ、もう強烈な、もう、いてまえだ線。いてまえだ線が大好きで。ああああああ。で、電車でも一本やったんですよ。で、甲子園はちょっと乗り換えとかあって遠くて。当時その時まだ藤井寺？もう京セラ？京セラでした。京セラか。で、近かったんで、うんうんうん、で、行きやすかったんで。結構見に行ってた？はい。結構、友達が大好きな子がおって。で、一緒に行こうや。近鉄ファンや。で、近鉄ファンやったんですよ。近鉄のチャンステーマとかも応援してた。あ、もうタオルこれやってましたよ。どんなやつどんなやつディー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 あれ、守ってる時結構嫌やからな、あれ嫌なんすか？いや、俺もロッテでプレイしてて、はい。オリックスと試合の時のチャンステーマ、なんか乗ってしまうよね、なんか。あれ、なんかめっちゃいい応援会だな。あれいいっすよね。あ、俺もなんか好き。応援会言うとやっぱロッテもすごかったじゃないですか。ロッテもすごい。ロッテもすごいよ。もう寝れないじゃないですか。ロッテもすごいけどさ、はい、でもいろんな球団によってやっぱ特徴あるよ。中日もやっぱいいよ、はい、あの前のやつですか、うん、お前が打たなきゃ誰が打つ、そうそうそう、あれもいいですよね。一体感あるやつやっぱいいですね。そうやな。まあまあ、でも小学校2年生の時にまあプロでやりたいってなって、はい、まあ、その前にまず高校とか決めていかなあかんやんか、はい、小学校卒業してからそっから何公式に入ったの？中学公式行きました。ボーイズリーグ。何ボーイズ？大阪宮古島です。あ、宮古島？はい。僕、中3の時に、うん、剛さんの高校生の時に会ってるんですよ。え？知ら、覚えてないですよね。覚えてない。もう僕らは、やばい。大阪桐蔭の西岡おるみたいな。え？どこで？桐蔭のグラウンドで、なんかちょっと練習させてもらったんですよ。あー、でも、なんか中学生。俺らが練習する前とか、なんか、行く前に、グラウンド使ってたボーイズリーグが。宮古島だけじゃなくていろんなチームが多分使ってて、え、その時会ってんねや。はい。で、僕、一緒に坂ダッシュさせてもらってたんですよ。え？あの坂を。あの桐蔭のね。あの桐蔭のあの坂を。マジで？え、中？中3。中 3？ はい。高 3？ 高 3？ の時に。マジで？はい。なんか喋った？お前やるな、みたいな言ってくれたんですよ。え？お前、どこなん？みたいな。あ、大阪宮古島ボーイズです。で、もうやるやん。どこ行くの？で、その時僕、関税やったんですよ。声かかってたんが。はい。うんうんうん、僕、関税行きますって言ったんですけど、うん、最後、変わって、大阪桐蔭になって。中2か中3ぐらいの時にはもう関税が来ました。はい。中2の春ぐらいに。春ぐらいにもう関税高校、岡山のね。はい。関税高校決まってたのに、なんで大阪桐蔭にシフトチェンジしたの？もう、あの時は、急に大阪で甲子園出たくなって。うん。なんかこう、そんなはずはないんですけど、うん、当時の僕の考えは、なんか、県外行ったら逃げてるみたいな。まあ、明徳とか、はい、まあ、和歌山智弁とか、まあ、青森山田とか、はい、関西の選手多いもんね。多いですもんね、うんうんうん、あの時は逃げてるって思ってて、うん、いや俺は大阪やから大阪の高校で甲子園出たい、急遽ちょっと大阪桐蔭にお願いします。大阪の高校やったらもう大阪桐蔭一択やった？ PL とかさ、行政、上宮、大使とかいっぱいあったでしょ。 PL は怖いって聞いてたんで、うんうん、もうすぐ消したんですよ。ちょうどでも入るぐらいの時に PL も事件を起こして、そうですね、そのタイミングで俺らの代が多分甲子園出て、はい、俺がね、あの大阪桐蔭というのが大阪桐蔭ブランド、野球界の高校野球の中で大阪桐蔭ブランドを作ったのは平田とか辻内の代が一気にこの大阪桐蔭っていう名前を打ったんちゃうかなと思ってるけど、そういう自負ある？その自負もあるんですけど、うん、その前を作ったのが、うん、西岡さん、うん、中村拓也さん、うんうんうん、岩瀬さんだと思ってるんですよ、うんうん、僕は。まあ俺らがね、本当に中村拓也さん、俺らの一個上、岩瀬さんの時代がすごい強くて、はい、全国制覇できるだろうというメンバーやってんけど、はい、夏の予選の決勝でまさかの上宮大使に負けて、はい、まあ、あの西谷先生もね、すごく号泣して、うん、悔しい思いをしたっていう思いがあって、その次の年に俺らの代で甲子園出れて、はい、そっからタイミング的にもね、大阪桐蔭がバーンって甲子園行ったことによって選手も集まりだして、うんうん、花をドガーンって開いてくれたのがやっぱり平田辻内、うん、でその後に中田翔っていう年代の人たちが大阪桐蔭っていう名を全国に知らしめたから、俺はもうその時もプロ入ってるからさ、はい、すごく大阪桐蔭の名前が出てくることが嬉しいし、甲子園で活躍してるお前ら見ててすごい誇らしかったよね。
ありがとうございます。うん、あの、剛さんの試合を授業中に見るっていうのもあったんですよ。高校で。え？あの予選？ビデオを見つけた。あの、田中先生って英語の先生いたの知ってますか？ああ、言いましたね。ビデオ入手したって言って、まあ、当時、あの VHS、うんうん、ビデオ入手したって言って、西岡くんの見ようとか言って。俺らが甲子園出た時の？いや、もうプロ入ったやつです。マジで？授業で？あれ、最初2軍じゃなかったですか？最初1年目2軍。そうですよね。うん、その2軍の VHS を。2軍のやつ？ 2 軍のやつを。めっちゃレアやん。見て、どれ？どれ？みたいな。待てよ、待てよ、みたいな。はい、この、はい、このバター、このバター、この、はい、見て、はい、見て、みんなでこうやって見て。ラグビー部とかも、やっぱ野球好きなやつ多いんで、うん、うわ、西岡剛や、ラグビーも卓球もゴルフも、野球関係ないのに、野球の俺の映像を見て、授業中に。それで授業終わりっす。まあでもさ、そういうことがさ、自分もそういう場所に行きたいっていうパワーにもなるんじゃないの、はい、あ、もう本当パワーいただきました。ね、西岡さんが、やっぱ一番最初2軍やったじゃないですか。うん、あ、西岡さん2軍なんやっていう。まあまあ高卒だからね、まあ18歳やからすぐ活躍できると思ってるんですよ、うんうんうん、すごい人は。なるほどね。だから西岡さんもプロ行ったらすぐ活躍する、で森岡さんもすぐ活躍する、うんうんうん、って思ってたら2人とも2軍じゃないですか、うん、プロ野球やばいぞみたいなやばいでしょ、そりゃトップの人たちが集まってんだから。ほんと今そんなん言うとったら大問題ですけど、やっぱ当時はそんな気持ちやったっすね、うん、高校1年の夏から出だしたんかな。はい、もう入学して、はい、すぐに、はい、大阪桐蔭入った時の感触って覚えてる？体みんなでかいなと思ってて、うん、でかいね。やっぱメンバーこう入るか入らんかみたいな時やったんですよ、うんうん、でそのレギュラーの方らも打球めっちゃ速いし、うん、で肩も強いし、ここに入るためにどうせなあかんっていうのをもうやりきるしかないなと思って。1年生でさ入学して、まあ、2年生、3年生、1年生と3年生って全然もう体つき違うやん、あの高校生の。全然違うんですよね。入った時に、あ、ここでレギュラー取れるなって思った、はい、あの、それは思いました。やり込めばいけるなって。俺も1、あの、中学3年からパーンって入った時、入学する前に練習とかした。行った。大阪桐蔭で。してない。多分、その時だと思います。一緒に坂ダッシュした日に。ああ、その時？その時雨やったんかな。へぇ。屋内でバッティングやったんですよ。うん、中学3年生で大阪桐蔭決まる子が入学する前になんか練習みたいなのあるもんね。そうですね。それは僕は行ってなくて。行ってないんや。はい。そのボーイズリーグの時に一緒にさせてもらいました。まあでも中学か高校行って俺が感じたらもう球が速いなと思った。やっぱまっすぐの質が全然違うなって感じて。はい。まあでもコンタクトできるなっていう自信はあったよね。高校でじゃあ1年から出だしてさ、はい、甲子園何回出たのかな？ 2 回です。2回だけ？ 2 回だけです。まあ、1回しか出てないけど。いや、ええ、3年生の時に2回？ 2 年の春と3年の夏です。3年の夏か。甲子園目指してた？大阪桐蔭入学。史上最低のチームって言われてました、僕ら。いや、俺らも史上最悪のチームって言われたから。これ、ちょうど3年周期なんですよね、大阪桐蔭って。ああ、そう。最低の年、まあまあ、うん、めっちゃ期待。うん。最低、まあまあ、めっちゃ期待。なんか僕らそうやって聞いてて。ああ、そう。俺はもうね、西谷先生から、俺18期生で、はい、史上最悪な学年って言われて。でもその史上最悪な学年が甲子園行ってしまったから。はい。ね、俺らの1個上、中村選手、岩田選手の時とかはもう史上最強なチームって言われて、はい、本当に一人一人の個々のレベルも高くて。うん、平田の時の時代ででも、辻内、ピッチャー一人バーンっていて、はい、ほんで打つ方で平田いて、1年に中田翔。1年中田翔いて。中田翔ってどうやったの？ 1 年から入ってきてた。すごいです。何がすごい？一番でかいし、うん、入ってきて何やったら3学年で一番でかいし、うん、で飛距離も一番飛ばしてたし、うん、で投げても球速くて。速かったね。なんかスーパー1年生で甲子園投げてたもんね。はい。147っすよ。中3が。すげえな。何回も翔に助けられましたね。ああ、そう。はい。もうこう予選の準決勝も辻内大荒れで、うん、途中で翔が投げて勝って、で甲子園1回戦も辻内が3回で6失点か5失点して、うんうん、もうすぐ変わってで翔になってから抑えて、まあ、翔なんかはさすごいなんかイメージ的にすごくやんちゃでなんかこわもてな風格もしてて、うん、勘違いされることもあるけどすごい優しくて、うん、
純粋な子やんか。そうですね。1年生で入ってきた時ってどんな性格やったんでしょう。まあなんか見た目はやんちゃそうですけど、うん、もう別になんか先輩のことちゃんと先輩として扱ってるし、うんうん、でも高校すぐ1年間出てさ、はい、まあ、小さい頃からプロで野球やりたいっていう目標を立てて、はい、俺がプロでいけるな、プロに入れるなと思ったの何年生の時。あ、1年の秋っす。あ、1年の秋。1年の秋の時に近畿大会出て神宮出たんですよ、うん、でその近畿大会と神宮でホームラン5、6本打って、うん、すげえ。でその時に俺プロいけるかもって本格的に思い出したん、そのくらいです。俺もね、2年の夏終わったぐらいにプロいけるっていう確信を持ちながら、はい、3年生の時プレーしてたから、いけるかもって感じた時ってさ、はい、チーム内でいや、お前とはもう全然違うからっていう感覚を持ちながら練習してた。いや、そこまではなかったです。ああ、そう。多分いいとこでもあり悪いとこでもあると思うんですけど、うん、自覚がないっていうか、フォアアンプしてんの、フォアアンプ、みんな友達みたいな感じ、なんかワイワイガヤガヤみたいな感じのところがあるんで、そんな感覚でようプロ行けたね。はい、大阪桐蔭のもう3年間、はい、まあ俺たちって西谷先生と過ごすことが、まあ部長とかね、コーチもいるけど、西谷先生の教育っていうのはすごい受けてきたと思うんだけど、はい、一番この3年間で成し得たものって何？やっぱりあの礼儀作法ですかね、うん、得たもの、うん、得たもの、やっぱ礼儀作法かなと思います。あの西谷先生がすごいしっかりされてるじゃないですか、うんうんうん、そういうのを見て育つし、人の大切さ、人との大切さっていうのをすごい教わったなっていうふうに思います。うん、そうやね、世間ではさ、大阪桐蔭の連中はすごいやんちゃだっていうイメージだから、すごいなんか、なってない。なってますね。あれなんでないの？あれなんなんですかね、やっぱ嫉妬じゃないんですか？嫉妬なんかな？もう周りの嫉妬だと思うんですよ。誰が悪いの？中3じゃないですか？俺か？俺がそういうイメージつけた？ファンの垂れ幕からじゃないですか？なんかあったじゃないですか。まああったね。まあまああれはもう、ただそこに来てる子供たちとか、将来ここでプレーしたいって思って見に来てる野球少年がいっぱい来てた日やったの。はい。あの日ってなんか千葉ロッテマリーンズが野球少年野球チームを招待した試合で、本当に何十チームっていっぱい子供たちが来てて、そういうのもあったんですね。そう。ほんでまあ俺も自分でそこでプレーしてて、はい、あ、こんな球場でプレーしたくないなとか思ってて、うん、まあそこでまあ発言したんだけど。まあまあまあ、でもそういうのはね、あの、賛否両論あるから、自分が正しいと思ってても、やっぱり日本語ってすごく難しくて、はい、まあそれはもう、あの、すごく感じ取れることいっぱいあると思うねんけど、まあプロの入ってもさ、まあ記者にこういう気持ちで伝えたのに、文字だけ、活字だけでこうバーンって載せられて、いや、こういう気持ちで伝えたんじゃないんだけどな、と思うこともたくさんあるし、はいはい、でもファンの人っていうのはそれを読んで、あ、こいつこういうふうに思ってんねやっていうイメージにもなるし、すごく難しいよね。そうですよね、うん、メディアとの向き合い方というか、今こうやって YouTube とかでさ、うん、本当にあの時はこうだったんですよねって言える機会がこう、はい、できてるから、俺たちのプレイしてる時にこういう SNS、YouTube でこう発言できるようなことがあれば、はい、もっとなんか楽なのになとか思うこともあるし、ただなんか便利になりすぎて逆にもっと気を使わなければいけない部分も増えてくるし、まあ、難しいよね。あの試合はでもほんま泣けますよ、うん、やっぱり応援なかったじゃないですか、うんうん、急にボイコットして、うん、ほんで次堀さん、堀さんの時にまた応援流れてって、うん、で最後相手チームとか、うん、オリックスのね、ファンの人が内野とか、うん、皆さんがこう拍手の強しコールで試合進んで、うん、あの時の俺の感情ってね、別になんかヒーローになったっていう気分は全くなくて、本当に純粋にやっぱりこのロッテをこう強くしていった、あ、ロッテをこう注目させる要因になったのって、やっぱロッテファンの応援団の、その施設応援団の人たちの超センスあるやん、音楽とかさ、そうそう、もうなんか応援の仕方、曲なんかもう使うところの盛り上げ方、ちょっと野球っていうかサッカーのなんか盛り上げ方を持ってきながら、俺すごい好きやったの、はい、俺はその人たちを喧嘩したいわけじゃなくて、球団の社長とか本部長とかそういう人たちを助ける気持ちも全くなくて、俺はロッテの応援を見て、うわ、この球団
めっちゃ渋いと思ってプレーしてたから、すごく好きだったのね、はい、その人たちをどっかに除外したいとかじゃなくて、ただ言いたいことは伝え、真正面から伝えたいなっていう気持ちがあったから伝えて、まあ、翌日そういうことになったんだけど、別にまあそこに対しては俺も何とも思ってなくてまあそういうこともあったんだけど、やっぱまっすぐですよ、剛さん。まっすぐ、そう、でもね、まっすぐってさ、言葉で表すとすごく美しい言葉かもわからんけど、うん、こう社会、大人の世界に入るとまっすぐすぎてもよくないよね。それ感じることない？めっちゃ感じてます。うん、なんかこうプロ野球界にずっと残ってる人たちを見ると、はい、そうですね、まっすぐに見えるけど、まっすぐなイメージだけど、でも直接接してみると、まあそういう人たちがやっぱうまく生きていくのは、やっぱ組織って、うん、やっぱりこうまっすぐなやつって衝突していってしまうから、はい、だからあんまり組織としてはそぐわない。まあでもね、戦う必要はないよね、人と。うん、そうですね。若い時はまだ右も左もわからない少年、まだ20代前半なんか少年だから、はい、俺も今思い返せば、あの時こういうふうに接しとけばよかったなと思うこともいっぱいあるし、多分平田もあると思うよな。はい、それも経験となって今俺たちはこうやってまだ存在してるわけだから。一回諦めたんですよ、うん、もう気持ちが折れ切っちゃって、病気で試合もろくに、うん、